黒木康夫は、宮崎県西都市出身、日本の工業デザイナー。株式会社、黒木康夫事務所代表。ソニー元取締役、ソニー企業元代表取締役社長を歴任。東京出版創業者、黒木正則は実刑。1932年10月2日、宮崎県西都市に生まれる。 宮崎県立妻高等学校、千葉大学工学部工業衣装学科卒業。学科推薦で祖号へ入社し、広告を担当。3年後に、新聞で、ソニーの求人広告を見つけ中と入社する。ソニー創業者の森田明夫とイブ課題に見出され、特に、森田明夫とは、社長と社員の枠組みを超えた強い信頼関係を、生涯にわたり築いた。 ソニーのロゴマークをデザイン。ソニーの主力業務用モニターであった、プロフィールプロジェクトリーダー、つくば万博では、ジャンボトロン担当。ソニーウォークマン開発プロジェクトのリーダーを務め、ミスターウォークマンと呼ばれた。その後、ウォークマン開発の功績を買われソニー取締役に就任する。ソニー企業社長を歴任し1993年に独立する。 同年に、富山県知事を務めた、中尾木豊に壊れ、富山インダストリアルデザインセンター所長に就任し、デザインマネジメント導入による、産業振興に尽力。製品化を前提とした、コンクール、富山プロダクトデザインコンペを主催するなど、デザイナーと地域産業を結びつける、様々な取り組みを行った。東北芸術工科大学客員教授。 西安造形大学客員教授、立命館大学客員教授を歴任し、工業デザイナーの人材育成にも力を注いだ。2007年7月12日に、遺願のため死去した。74歳没。ありがとうございます。